はようございます、かすみまいです。今日は11月24日の金曜日です。ちょっと青空が広がっています。地面はちょっと濡れてるんですが、昨日の夜とか雨降った。それを受けておくからは、まあ多分課題いっぱい出るので、それやったりちょっと運動したりという感じですか。ちょっと青空広がってますね。こんな感じです。外はということで、とりあえず学校には行ってこようと思います。はい、今午前中の授業が終わって、今日は12時で終わりなので、お昼ご飯は学校で食べずに一回部屋に帰ってきました。今日はまた親子に母親に持ってきてもらったシリーズで、焼きそば、鶏肉も入れて、あと卵ね、とあと果物のちっちゃいみかんみたいなのがちょっとあるので、お昼はそれにしようと思います。午後はまたバドミントンに行くんですけど、まあちょっとずっと動いてるので多分動画回してる余裕ないと思うので、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。明日の午前中はボーヌに行ってこようかな、市場、せっかくなんでね。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。短いと思いますけど、ありがとうございました。